ソタダ氏は、ルプがツアーを主戦場とする台湾の女子プロゴルファー。欧米圏では聖、名の順が逆のため、欧米諸国では、ヤニチェンと表記されることが多い。男女通じて、メジャー選手権、優勝5回した最年少選手である。2011年から2013年にかけて109週連続で、世界ランキング1位を保持した。は2004年から2006年にかけて、 台湾のトップアマチュアゴルファーであった。アマチュアとしての経歴の白クは、決勝でミッシェルウィーを1アップで下して優勝した2004年の全米女子アマパブリック選手権である。前は2007年1月にプロに転校して、レディースアジアンゴルフツアーにフル参戦、DLF ウィメンズインディアンオープンで優勝を飾った。また CN カナディアン女子ツアーにもフル出場し、 バンクーバーゴルフクラブにおける大会で優勝した。2007年12月、ルプがクオリファイングトーナメント決勝で6位となり、2008年のルプがツアーフル出場権を獲得。2008年6月、メジャー大会の一つである全米女子プロゴルフ選手権でルプが初優勝を飾り、ルプがメジャーを制した初の台湾人プレイヤーとなった。 19歳という年齢は同大会の最年少優勝記録。また、メジャー大会全体で見ても2007年のクラフトナビスコ選手権に18歳10ヶ月で優勝したモーガンプレッセルに次いで2番目に若い記録である。2008年にはループがルーキー・オブ・ザ・ヤーにも輝いている。2009年3月29日、32試合1年。 1>, 1ヶ月13日というループが史上最短記録で生涯獲得賞金が200万ドルに達した。それまでの記録保持者は2006年に1年4ヶ月15日で到達したポーラクリーマーであった。2010年4月4日、シーズン最初のループがメジャー大会であるクラフトナビスコ選手権において1打差で優勝した。2012年4月にはタイムシより、 世界に影響を与える100人に選ばれた。前は2012年シーズン後半から突然の不調に見舞われた。2013年終了時には、ルプがマネーランキングの4位から38位に、女子世界ゴルフランキングの1位から34位にまで落ちた。2014年には調子はさらに低下した。マネーランキングは54位に終わり、世界ランキングも83位にまで落ちた。 2012年3月のキアクラシック以来、ルプがトーナメントで優勝していない。2010年から2012年の初めにかけて、メジャー大会で4勝を含む7度のトップ10フィニッシュを重ねた後、13位体を最高位として、メジャー大会の大部分で予選通過を逃すか、出場もしなかった。大きな故障など、突然の不調を裏付ける報告はない。は以前ルプの偉大なプレーヤー。 アニッカソレンスタムが所有していたフロリダ州オーランドのレイクノナゴルフカントリークラブ内の家を2009年4月にソレンスタムから購入し住んでいる。太とはメジャー大会2018年以前は日程通りの並びではない。エビアン選手権は2013年にメジャー大会となった。DNP イコール出場せずカットイコール予選を打ち、T イコール複数の選手と順位を分け合ったグリーン値は優勝、黄色値はトップ10位を表している。ありがとうございます。